イヴァン・チモフェービチ・フィオレトフは、ロシアの革命家であり、26人のバクーコミッサールの一員である。1884年に、ロシア帝国、タンボフ県トゥゴルコボの農家に生まれ、初等教育のみ受けて12年間家族を支え、働いた。1890年代に、一家で、バクーへ移住し、フィオレトフは、ノーベル兄弟者系列の機械工場で働いた。 1900年からロシア社会民主労働党の党員となり、党の分裂後はボリシェビキに属した。1903年7月はバラハヌイで石油労働者のストに参加して逮捕された。翌1904年にはボリシェビキの爆運委員会メンバーとなった。同年にはグロズヌイで再び逮捕されるもハンガーストライキで当局に対抗した。 翌1905年に釈放されると、ロシア第一革命のアイダグロズヌイとバクーで、石油労働者の労働運動を組織した。しかし1908年に3度逮捕され、ヤレンスクとソリビチェゴドスクへ追放された。竜系地の指導者を務めた後1911年に、釈放されると、バクー、タシュケンとチェレケン半島で革命運動に関わった。 1914年に人民の家で働くために、バクウへ戻り、アリョーシャ・ジャパリゼと共に、石油労働者の地下組織でも活動した。2月革命後は、バクウソビエト執行委員会のメンバーとなり、同年5月からは、石油労働者連合の委員長を務め、10月からは、ボリシェビキのカフカース地区委員会メンバーとなった。翌1918年4月にバクウコミューンが、 発足すると、その人民経済委員として、爆雨油田の国有化を行った。同時期には、爆雨県人民経済会議議長も務めたが、コミューンが崩壊すると逮捕され、9月20日に、他のコミューン政員らと共に銃殺された。フィオレトフにちなんで名付けられたフィオレトボという村が、アルメニアのロリ地方に存在する。ありがとうございます。